アウトプットもインプットも両方僕使ってるんですけど、学会発表とかするとき顔を患者さんモザイクいるじゃないですか。これはマジで多分ね、皆さん、教えてほしい、いいかなと思うアプリなんですね。じゃあグッドノートの説明やっていきます、お願いします。でグッドノートの時なんですけど、これ以前あの源明先生の評価表なんですけど、僕もこれ使わせていただいてます。すいません。で結構この細かい評価の時だと源明先生のこれでいいじゃないですか、でただグッドノートもう一ついいとこあって、こうやって自分も僕もこうやってるんです。テンプレートで追加できるんですよ。だから白紙を追加したいなと思う時はこのまま白紙追加してもらえますし、僕の場合だとこの問診票、これ自分で作ってる問診票あるんですけど、まずこれでやってもらって、でここでどんどんその来た人の年齢が何歳ですか、あ30歳ですっていうこう書いていったりとか、で痛い場所とかこうチェック、色変えれるのがいいね。そうです、色変えれるんで、で患者さんにこれで見せて、ここですか、あここですここですとかいうのできるじゃないですか。でやっぱり臨床コースでやっぱ学んだこととかをやっぱ活かしたいなと思ってるので、園部先生のあの著書にも書いてった通りに、この6つの質問こういう感じも打ってるんですよ。いいね。で打ってたら、いつから痛みますかって言ったら、ここに患者さんの聞きながら、1ヶ月前からとかっていう感じで聞きながら文字どんどん打って書いたりとかもできますし、いいね、はい、なるほど、やれますね。なるほどね。こうやって第2数字、第3数字もそうやって書いてって経過を得るってことね。そうです、そうです、そうです。逆にここにあの図貼り付けたりとか、さっきのやり方でこのホームページからこうやって持ってきた時に、なんか分かんないあれあるじゃないですか、内回り外回りとかちょっと忘れちゃう時あるじゃないですか。ある、ね、ちょっと見直したい時とかね。そうです、そうです、そうです、そういう時とかにあのググったやつのネットからこう貼り付けて、この写真欲しいなと思ったらこう持ってきたら、あこの動作で痛かったんだよっていうこととか、より強調できるんだ。そうです、そうです。いいね。で患者さんにあの写真でパシッと撮らせてもらって、それをここに載せとけばいいんだね。そうです、写真もこの写真マークあるじゃないですか、この写真マークを押してもらったら、そのここに写真のバーっていっぱい出てくるので、それをこううまくピョイって持ってきたら、より忘れないね。忘れないです、忘れないです。なるほどね。でちょっと疑問に思ったことも調べて載せとけばいいってことね。そうです、疑問に思ったところはもう次のページでプラスして、ここに今日の臨床って、僕臨床日記書いてるときにここで今日の臨床っていうのを書いて、あの丸して、でここにこの丸1番、こういうことに悩んだよとか、こういうことは改善できたよとかやって、あとそういうのでちょっと文献とか調べたのはここにリンク出したりっていう感じでやってますね。いろんな使い方できるね。そうなんですよ。でこれできた後とかに、さっき の, あの後輩とかの指導するときあるじゃないですか、あの症例発表とかするときもこれで僕あのプレゼンポインター使って、あのこういう人何歳のこういう人見てて、院内とか の, その共有だったらこれでいいんじゃないかなと思います。面白いね、はい、やりやすくなるね、症例もね。そうです、みんなでもこう囲まって、あのこういう人見 て, ってで、こういう怒ってた人なんですって言って、どう考えますかって形で、ね、そうです、そうです、できるしね、面白いね、はい。で次にこれが動画見るときあるじゃないですか、あるね。それを次のルマフュージョンで作ったら、つながってるんだね。リンクできるんですよ。いいね。リンクできるんですよ。それもじゃあ。じゃあ今から行きましょうか。すいません。はい。ありがとうございます。これを上に、ピッて押してもらうと。モザイクの時間がね。いや、これ多分一番。長かったから、これいいね。今後必須だね。現場にいる人も、ぜひ使ってほしいですね。